テーマパークの戦闘力第十六回目はテーマパーク流のマナーの教え方ですはいみなさんこんにちはテーマパークコンサルタント清水群群ちゃんですテーマパークの戦闘力今回のテーマはテーマパーク流マナーの教え方です テーマパークの教育に関しては何本か動画を公開していますけれども今回は、まあ、マナーの教え方ですね。でマナーまあうんと,他とどう違うんだっていうとマナーってうーんとちょっとうん極端な表現かもしれないんですけどもやらなくてもいいことというふうに私は定義してます。 やらなきゃいけないことではないんですよね。やらなくてもいいこと。でもなんかやった方がいいよなというようなことですね。はい。あの別に、えー、会社でね、えー、ゴミをその辺ちょっと散らかしました。何か罰せられるっていうことは多分ないと思います。えー、でも捨てちゃんとゴミ箱にね捨てて、えー、処分した方がいいですよね。まあそういうことです。まあ当たり前なんですけど、まあ、そういったマナーの教え方です。 でえー、とこれは私がテーマパークで働いてた時ときとあと、えー、独立して、えー、他のテーマパーク、遊園地を見た時の違いからあ自分自身も気づかされたことなんですが私がテーマパークに勤めていたときですね、まあ、新人さんが入っていきます。そうすると、まあ、オリエンンテーション 入社時教育があるわけですがその時に、まあ、いろんな建物を行くので移動するんですよねで移動する時どうほかというとテーマパークも広いのでバスで、えー、従業員用の、ね、バスで移動をしますでその時に、えー、オリエンテーションでね、えー、教える人が、まあ、トレーナーさんが先に乗って運転手さんにお願いしますと 言っってて入るんですすね乗っていきますそうすると新人さんがあ後ろからお願いしますと言って、えー、後から乗っていくと。で降りる時もまずトレーナーさんが運転手さんにありがとうございましたって言って降りる。えー、新人さんがありがとうございましたって運転手さんに言って降りるというような光景を見てました。まあそれをね当たり前として私も見てました。で独立して、えー、他の テーーマパーク遊園地行った時にですね同じような光景を見たんですね。でそこで見たのはトレーナーさんが新人さんに「今からバスに乗るので運転手さんにお願いします」と言って乗ってくださいねって教えてました。で同じようにバスに乗る時にトレーナーさんが運転手さんに「お願いします」と。で後から続いて入る新人さんも「お願いします」と。 いうふうに入っていって、で降りる時に、ありがとうございましたと言って、えー、降りていくと。まあ、一緒だなって思ったんですよね。あの、その時は私、全然違いに気づきませんでした。ただ、これがですね、えー、入社してからあー何日か経った時に私も仕事で行って、新人さんどうかなと思って見てたら、バスに乗る時きに、まあ、お願いしますっていう人もいれば、 お願いしま,すお願いします、まあお願いしますって言ってるっぽいけどはっきり言ってない感じですかねちょっと、ね、丁寧さがなくなってる感じでしばらくするともう何も言わずに無言で乗るというような光景も見られましたまあ別にあの運転手さんにお願いしますって言わないと乗せてもらえないわけではないですし ありがとうございましたって言わないと下ろしてもらえないわけではないので別に、えー、言わなきゃいけないものではないんですけどもでもやっぱり最低限の挨拶として、まあ、マナーとしてやっぱり「お願いします」「ありがとうございました」とかはやっぱり言ってほしいよなというふうに思いますで、えー、どう違うのかというと私がまあ在籍してたテーマパークで言うと別に「お願いします」って言ってくださいねって。 教えてなかったんですよね。私があくまでこう見てた時はですよ。なので、えー、と教えずに、えーまあ、見せていたそういう,うこういうふうにやってくださいねという姿を見せていた。で一方で独立してからあ私が仕事で行った遊園地テーマパークはマナーを教えてたんですね。こうやってくださいと。 でやっぱりね私マナーってやらなくても本当にいいものをでもルールとかだとすら守らないといけないですよねなのでルールとかってなぜこれをしないといけないかあこうするとこういうことがあるからとかこうしないとこういうことが起きてしまうからとかというちゃんと理由をつけて教えるこれは非常に大事だと思うんですけどもでちゃんとねそれを実行してもらわないといけないですがあマナーに関しては やっぱりあの人に言われてするものではないといとうのがやっぱあるんでしょうねなので周りがあやっていて自分もそれにつられるというか何かね教えられて、まあ、それに反発するではないですけれどもあの教えられてやるものではないということでマナーに関しては教えると長続きしないなというのを本当に独立してからたくさん見てきました。 なので、えー、教えるということも非常に大事です。先ほどのルールに関しては、教えるのがま最適だと私は思うんですが、マナーに関しては、教えるのではなく、姿を見せるというのが一番適しているのではないかなと思います。まあ、それをやっているので、まあ、戦闘力、現場のね、 うち、ね、なる意欲というか改善とかいろいろやろうという意識がだんだん芽生えてくるのではないかなというふうに思ってますはいなのでちょっとねこういうマナーの教え方というふうに書いていますが教えるのではなく見せるということをちょっと試してみていただけたらなと思いますはいということで今日はマナーの教え方のお話でしたそれでは皆さんいってらっしゃい